皆さんこんばんこんばんは。はい、今日は、はい、YouTube ライブで初めてのゲストをお呼びしたいと思います。秋松本さんです、はい、こんばんは。よろしくお願いします。秋松本です。よろしくお願いします。はい、今日は私のお家に、お招きして2人でライブをしていきたいと思いますので、たくさんコメントお待ちしております。お待ちしてます。はい、早速ということで、ローサックス松さん、佐藤佐藤さん、米山さんいらっしゃい、こんばんは。ありがとうございます。力丸さんいらっしゃい。はい、ということで、今日は雨でしたが、お、原田さん、誠治さん、エミタスさん、琴さんいらっしゃい、こんばんは。ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。はい、今日寒かったね。寒いですね今日本当にスタジオで今日合わせしてたんですけど、今までね、そうそう、リサイタルのリハーサルをしてて、そこまでちょっと寒くて、風もね強くて大変でしたが、ということで早速なんですが、ちょっと、ね、はい、せっかくなんで宣伝を、宣伝をさせてください。はい、私たち2人で10月22日突破ホールでリサイタルがございます。もうあと5日、あと今週、やばいやばい、ね、今週です。あ、そうね、やばい、やばい、リハーサルもね、リハーサル結構、うん、すごい細かく今日やって、うん、ああでもないこうでもないといろいろやって、うん、完成にね近づいている感じなので、うん、ぜひ、聞いていただけたら嬉しいです。今週の木曜日、あ、はい、嘘間違えた、金曜日、金曜日の夜7時から、突破ホールです。最寄り駅は東京の飯田橋駅か江戸川橋駅になります。で、このホールがですね、ものすごく、いい音響で、響きもものすごく良くて、サックスとすごく相性がいいホールだと。なんかルミエのカルテット突破だったよね。はい、そうなんです。ルミエのリサイタル突破だったよね。はい、デビューリサイタルを突破ホールでやってて、かなりいいなと思ってて、昔私もランチタイムコンサートとか出たことがあったり、そう、ニューイヤーコンサートとか、はいはい、結構何度かね、行ったことがあるので、すごくいいホールなので、ぜひその、まあ、私たちももちろん聞いてほしいですけど、なかなかサックスがそのホールでやられる機会がないと思うので、そういうところにもね、ぜひ注目して聞いていただけたら嬉しいです。私はちょっと突破ホール初めてので。あ、そうなんですね。楽しみです。いや、めちゃめちゃいいと思いますよ。絶対サックスに合うっていうのはどういうところがサックスに合うんですか？そうですね、やっぱりそのなんか響きが、その響きすぎてもうるさいんですよ、サックスって。例えばフォルティシモとか鳴らしすぎちゃうと、うるさいなっていうホールが何個かあったりとか、で逆にデッドな響かないホールだと、私たちがこう響きを作らないといけなかったりするんですけど、それも大変ですよね。自然に吹ける、へって言ったらいいのかな。響きすぎ、響くけど響きすぎないみたいな。そうなんです。楽しみ。で、そう、自分の音がそのままなんかこう変に良くなりすぎたりもしないというか、硬くなったりもしないので、私のそのままの音が伝わるんじゃないかなと思います。楽しみ。私も楽しみ。いいですね。厨房さん、行きますよ。お、ありがとうございます。リハバッチリですか？楽しみにしてます。お、はい、来てくださるんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。来てくださる方もいらっしゃるみたいで、確かチケットセンターは19日までだったと思うので、そう、チケットセンターって前日とか買えなかったりするじゃないですか。なので、事前に購入して席選べるので、全席指定なので選んで買いたいっていう方は、はい、本当にあと 2,3 日の間に購入されることをお勧めします。できっと当日券も出ると思うんですが、当日は多分座席選べるのが、もしかしたら厳しいかもしれないので、ネットで事前に選ぶのがいいと思います。なるべく早めにっていうことですね。で、今チケット売ってるのが、突破ホール、チケットピア E プラスコンサートイマジンで取り扱ってるんですけれども、今チケットがより多くあるのが E プラスとイマジンなので、それ以外はちょっと本当に端っこの席しか残ってないので、その E プラスとイマジンから、購入するのがいいと思います。で、はい、あれですよね、イマジンは学生券、はい、学生券3000円があるので、そうなんです、はい、学生の方はコンサートイマジンのみでお取り扱いなので、そこはご注意お願いします。学生券をたくさん、お、皆さん来てくださった。コモダさん、キャメキャメさん、ニャルさん、ニコニコサラさん、セキヤさん、ミーさん、いらっしゃい、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。もしリサイタル来て行きますっていう方がいたら、コメントをたくさんいただけると嬉しいです。行きますって、そしたら、あ、この方来てくれてるんだなって、ね、そう思いながら、そう思いながら演奏します。
はい、ということで、うん、まずはこの宣伝からでした。はい、はい、ということで今日は、はい、あのスペシャルなゲストを来ていただいているので、はい、皆さん今回でしかね聞けない質問がたくさんあると思うので気になることとかあったら、はい、聞いていただければと思います。会場の下車駅は飯田橋が一番最寄りでしょうかね。そうですね、まあ飯田橋も江戸川橋も同じぐらいの距離なんですけど、うん、まあ飯田橋の方がいろんなね沿線があるので来やすいかなとは思います。はい、あとは上野駅の近くからバスが出てて、突破ホールの近くに停まるバス停があるそうです。はい、ということで楽しみですね。雨降らないといいなと思うんですけど、どうなんだろう。でもそんなになんか雨本な的な感じじゃないよね。そうですね、意外と私は晴れてることが多いかも。そんななんか、うん、ないね、うんうん、大丈夫。お、行きます、楽しみにしてます。 ありがとうございます。ゆうこさん、やってます。ちょっと歩くけどいいホールですよね。そうそうそう、政治おまたさん。そうそうそう、なんですよ、うん、ちょっと歩くんだ。そう、結構ゆっくり歩いたら 10分15分ぐらいかかると思うんですけど、そう、なんかそれこそ日コンの予備審査とかでもね、うん、予備審査、あ、そうそうそう、はい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 、1時とか2時とか、うん、そう、本選以外よくその突破ホールでやられてるので、うん、やっぱりコンクールでもね使うぐらいすごくいいホールなので、うん、すごくいいと思います。行きたいんですけど仕事が、あらららら ら仕事が、それは仕事頑張ってください。トマトさんいらっしゃい、わかりました、楽しみながら、ね、いや楽しみすぎてもう本当に演奏しててやっぱ作品素晴らしいなと思って、今日も選曲がね、選曲がいいよね。本当ですか、ありがとうございます。そう、なんか今回は結構美しい作品を前半にいっぱい入れて、特にねシューマンの幻想小曲集とか、もう中学2年生の時から大好きな曲で、クラリネットの作品なんですけど、今日もやってましたけど、今日は全部通しましたね。そう、通しでやったんですけど終わってめっちゃ疲れるみたいな。そう、シューマンはね、うん、全部で11分ぐらいかな、うんうん、アタッカーで進むんで休みがないんですよ、うん、1学期2学期3学期って。だから一番大変なのと、まあ、ずっと吹き続けていること、うん、その曲の中ずっと休符がほとんどないので休みがね、そうそう、確かに少ない。吹き続けるっていうのはやっぱりちょっと大変なんですけど、うん、でも美しくてすごくいい作品です、うん。プログラムの順番ってもう言ってんだっけ？言ってます。なんか今回の、うん、そのプログラム、やっぱその美穂さんのすごい綺麗な音とか、うん、そのなんかこう美しい音楽性、なんかでも綺麗な音をやっぱり聞く回だと思うんですけど、うんうん、確かに金曜日は聞く、うん、でか、でもそう抽象的だけど、で、うん、一番目がアルルの女の感想曲、はい、で始まるっていうのがね、私にはすごいもうなんかナイス、本当ですか、なんかナイスな順番だなと思って。そう、なんかサックスのやっぱり歴史的なのもちょっと、うん、なんていうのかな、踏まえてやりたいというか、うん、ただやりたい曲じゃなくて、なのでやっぱりそうなるとこうやっぱりこうねオーケストラに使われてる曲っていうのは貴重なので、うん、そこでまあやりたいなという。で、コメントも拾ってきました。21日行きますよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。1月1日、ありがとうございます。そう、1日ルミエのコンサートもありますので、うん、で配信もありますので、お、はい、で座席が今ちょっと多く開放されて、あと10席ぐらい、うん、すごい、でも10席なんだ、あと10席ぐらい、ルミエはあと10席なのでお早めにということで、で早速質問させていただきます。今度学校で校内演奏会があるんですが、ピアノを半開にしようか全開にしようか待ってます。お二人の意見を聞きたいです。あー、そっか、でもこのね、サラさんはね、私のライブ配信来てくださって、高校生だったっけ、なんか難しいですよね、なんかでも男の子か女の子かにもよると思う。高校生とかだとなんかやっぱ 音量がその子がどれぐらい出せるかって か、 でもこれサックスバーソンってことなのかな、多分、うん、学内演奏会が、そうか、サックスですかね、うん、そうね、なんかその男の子女の子か、まあそのね、もうすごい上手な人は男の子も女の子も関係ないけど、うん、まだこう勉強中って感じだと、うん、こうやっぱりどうしても男の子の方が肺活量が大きいから、音が大きいとか、まあ音が大きいからそう全ていいってわけじゃないんですけど、うん、なんかその男の子女の子か、まあ、っていうのもあるし、その子がこうどれぐらいの大きさの音を一番
フォルティッシモで吹いた時どれぐらいの音量かっていうのもあると思うし、うんうんうん、あとピアノの音が聞こえすぎると頑張って吹きすぎて、うん、それはそうですね、力んじゃうタイプの方もいるので、うんうん、そこはなんかどっちがいいってソリストの方に聞いたり、そうですね、うん、なんかうるさすぎるとやっぱ自分が頑張っちゃうんで、うん、まあ半回でもいいかなとは思います、うん、でも場所が広かったり、うんうん、響くところだったらまあ全開で、うん、やっぱり全開のいいところはまあそのピアノの一番いい響きが響きで鳴るというか、やっぱ半回だと半分で響きが止まっちゃうのでっていう、うんうん、なかなか難しいですよね。でも私も結構その高校生とかのコンクールと半回で弾くこともあります、ね、あ、そうなんですね、うん、まあでも半回が無難ですね、うん、まあ確かに確かに、うん、お、スパチャありがとうございます。ありがとうございます。すごいプログラムなんですよね。いいな、応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。こだわりにこだわった。そう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 。リサイタルすごく行きたかったです、うん、良いリサイタルになるよう願ってます。ありがとうございます。頑張ります。リサイタル行かせていただきます。ありがとうございます。お、秋元さんの自己紹介、ね、自己紹介してなかった。じゃあ簡単に自己紹介を、はい、秋元元と申します。ピアニストで、美穂さんとかね、美穂さんをはじめ結構サックスフォンの、伴奏を主にさせていただいております。そういう感じで、大学だと、あ、そうね、何話がかなかった。1年の3年ですね。そう、なので2年、私が先輩です。2年先輩です。そうですね、大学卒業、私、うん、うちら卒業する頃からやり始めたのかな、美穂さんが。そうですね、私が大学4年生の卒業するぐらいの時から一緒にやっていただいていて、なんかいろいろ収録とか、うん、コンクールとかね、その優勝したスロベニア国際クールでも一緒に行かせていただいて、スロベニアまで こう呼んでスロベニアまで行って、はい、すごい遠かったよね。遠かったですね。家からコンクール会場まで行くのに24時間ぐらいかかったよね。あ、かかりました、ね、ドバイで乗り換えして、そう、飛行機もあるし直行便がなくて、ドバイ乗り換えでクロアチアで、クロアチアから、1時間で、1時間からまた田舎のところで、そう、なんかそのバスが長かったね。バス長かったですね2時間ぐらい乗ってそう、すごいいい思い出、そうそうそう、楽しかったですね、うんうん、楽しかった、うん、というものです。よろしくお願いします。午後休みを取って会社向かせ、ありがとうございます。意識がすごく高い方 でしかも席は D の15、すごい個人情報が個人情報が D の15、D 列ってどこや、でも D って結構前、 ABCD だから4列目ってことですね。すごい近いところで分かっちゃうかも。分かりました。じゃあ4列目ちょっとキョロキョロ知るようにします。こんばんは、すみやさん。題名内の学会にサックスの方が6、7人ぐらいで出演、うん、スイングされて、あ、そうなの、1年前ぐらいかな、ルミエの4人と原田さんと坂東さんご夫妻とやったんですよ。そう、ありがとうございます、見てくださって、すごい、そう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 、ね、題名ね、懐かしい。お、秋田のピアノ娘さんのサックスも大好きです。ありがとうございます。こんばん、大阪にもぜひ来てくださいね。行きたいな、大阪行きたいですね、うん、行きたいですね。ちょっとたこ焼きとか食べたい、たこ焼き食べたい。いつも食べ物飲み物の話ばっかりですね、地方行くとみたい、ね、いつもどこで食べますかという話どこで食べますかみたいな。そうそう、リサイタルも楽しみだけど、うん、やっぱりせっかく行って、うん、その土地のもの終わって何食べるかみたいな、そうそうそう、それをね、いつも言ってますね。トークショーはあります。トークショーっていうか、まあ MC は曲間に全て入れる予定です、うん、MC がちゃんと入りますので、うん、秋里とコラボいいですね、わらわらありがとうございま す。私もこう YouTube ライブとか、こう私のアカウントでした時にすみさんとコラボしてほしいですという声もあったし、うん、じゃあもう今日やりたかったので、私も嬉しいです。やっとできたという感じで、公演を触れ合う機会はないですよね。そうですね、まあ今ね、感染者かなり減ってはいますけど、うんうんうん、ね、ちょっとご時世的に直接みたいなね、うん、もしかしたらちょっと厳しいかもかもしれないです、うん、そうなんですよ。22日はお二人のトークを楽しみにしたい。どこかでじゃあ入れましょうかどこかで、せっかくなのでね、嬉しいですけど、じゃあお話をどこかで入れるようにしますコンサート会場なので前列よりも真ん中あたりの方が響いて聞こえるからいいという話を聞きました。へえ。まあでもそっか、まあ真ん前よりはちょっと、うん、そうですね、ちょっとなんだろう、うんうん、まあ好みですけど、やっぱり前の方だとね、見たいっていうのもあると思いますし、うんうん、確かに、まあ、よくは見えるね、うんうん、よくその人のなんか全てこう音の細かいところ、ノイズだったりとか、うん、いろんなの
まあ、聞けるのがまあ前のやついいけど、うん、ただ聞くだけでいいならばちょっとまあ、うん、あの少し後ろめとか、うん、座席の中のまあブロックごとの端の席がいいとかよく言われますよね、うん、こう反響した音が聞きたかったら結構したらいいかもね、うん、こう生音ちょっと何になるのかな、うん、すごい前の一番前とかだと、ね、うんうん、だから結構ホールの響きと相まってよく聞こえるのは、ね、ちょっと後ろの方かもしれないですね。てかなんかこう出した時にさ、私の手がすごい大きくて自分でびっくりするんだけど、小さいんですもん。あの多分よしこさんと妖怪の手みたいだもんね。こんな違うんですよ、ね、やばいですよね。ここは一緒ですよ、ここ一緒で私こんな小さいんですよこう見えて、ね、あんな小さいのにいっぱいいる、だからめっちゃ、ね、いやいや大変なんですよ、サックスやっててあの本当に楽器をいっぱい改造してあ、そっか、でそうそう、サックスもあれの音、あ、手大きい方がいいの、いや大きすぎてもあの大変できました、やっぱ特にソプラノとか、うん、あ、そっか、みんな男の人は余っちゃって大変って言ってたけど、確かに。でも私、うん、ソプラノでもちょっと大きいなっていう感じなので、あ、そうなんだ、うん、多分小学校2年生と同じ手と思っていただいて、確かにね、もうねめっちゃ手が小さい、小さいんですよ、そうそうそう、だから小学生が頑張って吹いてるみたいなそうそう、機会があったらいつか静岡に来てみてください。あ、行きたいな静岡。でも意外と行く機会ある、うんうん、私もある。あ、本当ですか。私はいや、まあ今後発表できる予定はないけど、うん、結構何回か静岡浜松とか、ああ、まあ確かに浜松は行く機会ありますね。沼津とか行ったことあります。静岡ね、私もルミエの戸村さんが沼津出身なので、うんうんうん、結構静岡でやったり、そう、私はね、まなみちゃんと、まなみちゃんのリサイタルもやったし、うん、あ、そっか、沼津で数年前、はいはいはい、うん、そうそう、だから意外と静岡はね AOI ホールとかね、うんうん、ありますし、うんうん、そう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 、ヤマハも静岡本社だし、ソプラノ選びにね、うん、ヤマハの本社に行きましたよ、工場に静岡まで行って、選定ってこと、自分の選ぶのにソプラノのプレート、うん、あれ受注生産で、あ、そうなんだ、それをバンって用意してもらって選びに行ったことがあります。実際先生すごく綺麗な運指なさいますよね、美穂さん、美穂さんそうかな嬉しいです。そう、ちょっとね小さくてちょっと綺麗な運指ってどういうことですか。動いてる姿が綺麗ってことですか。すごい。運指っていうのは分かんない。いや、私は、いや、良くないと思ってるんですけど、多分無理して吹いてるんで、うん、すごく小さいがゆえに。小さいがゆえに、こう丸めれないっていうか、うんうん、薬指だけまっすぐみたいな、こんな感じで吹いてるので、自分は結構、嫌だなと思いながら吹いてるんですけど、もう嬉しいです。受験前なので行けないです。お願いします。ちなみにサクソフォンで音大受験。受験前確かに行けないかもしれないけど全員に言ってるのはなんかこう、うん、自分も後悔してますし、うん、やっぱり練習とか勉強よりも1回の演奏会じゃないですか、うん、なんかいつも思います。その私の演奏会に無理やり来いとかそういうことじゃなくてなんていうのかな、100回の練習より1回の演奏会ってよく言いますね。うん、うんすごい、だから来てくださいっていうね、うん、まあ確かに来てくれたら嬉しいですけどサクソフォンで音大受験します。ちなみにどこなんだろう、どこでしょうね、どこだよ、気になりますね、うん、まあ気になったらどこでも私も行くようにしてます。なんか前日でも、うん、当日でも無理やり当日でもね、うん、秋さんが起きる、いや秋さんはどうですか、普通手、うん、いや手は大きいよ、大きいですか、結構大きい、じゃあ大きい方と小さい方で、そうそうそう、すごい、多分こんぐらい触りましたもんね。なんか普通サイズの男の人と、ちょっと一緒かちょい小さいぐらいだと思う。すごい。じゃあ結構大きいんですね。指がすごい長いです、結構。長いの羨ましいですね。ピアノやってたら絶対大きい方がいいですもんね。うん。手は大きい方がいいけど、ピアノ的には指が長いよりも、手のひらが大きい方がいい。え、なんでですか？なんかその、指が長いと、うん、てこの原理、ああ、なんかこうなんていうの、細長いなんていうの、てこの原理でさ、長いものを動かすより短いものを動かす方が使う力が少ないじゃん、だから、はいはい、指が短い方が使う筋肉が少ないみたいな、だからこう指が長い分動かさなきゃいけないから結構ね、あ、じゃあコスパ悪いってか、コスパ悪い、そうコスパ悪い、うんうんうん、コスパ悪い、じゃあうん、そっか、ひらが大きければ和音が何個か4個ぐらいあっても大きいから、まあ弾けるっちゃ弾けるのかそう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 、まあ、そんなすごい手のひら大きい人もいないけどまあでも比較的手のひら小さくて指がすごい長いから、そうそうそう、本当はもうちょっと、そうそうそう、私の大学の先生、その、うん、師匠とかは逆にもうちょっと手のひらが大きくて、指が短 い, みたいな、そうなんですね、それは初めて聞きました、ひらがっていうのは、そうそうそう、
そうか。で、あとその指の先が太い方が太い音がする。私結構指が先が細いので、ちょっと自分の持ってろすぎなきゃキン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 した音が、なるほど、出る感じですね。手もやっぱ関係するんですね、うん、音に。面白い。サックスもまあ歯並びと唇もね、うん、関係しますけども。フラノにも来てください。あ、北海道。私北海道まで行ったことない。あの仕事はないです。あ、収穫旅行で行きましたけど、うん、仕事で行きたいですね、うんうん。あ、じゃあ俺大丈夫ですね、手小さいから。ちなみに高二とさんはテナーサックスを、現在下村家フルーツ習って、すごい、すごい楽器をねたくさんやられてて、すごいな。2つも吹けるんですね。お、こんばんは。22日伺います。私はどちらかというと前の方に座ります。あ、岸田さんありがとうございます。近くで聞きたいという気持ちが強いかもしれない。そうですね、確かに、楽器やってる人はね、近くで見たいとか、うん、ピアノだったらそれこそ、そうそう、こっち側ってなんていうの、うん、ピアノのリサイタルだと大体左、あの左下手側から埋まる、うんうん、やっぱり弾いてる指とか見える。やっぱそうですよね、端っこだとね、うん、サックスはあんま関係ないのかな。サックスはまああんまり場所は関係ないと、うん、でもピアノはめっちゃね、うん、ある。それは左下手側から埋まる、下手の前の方から、あ、やっぱり、まあ、そうですよね、見たいですもんね、顔というよりはね。別に顔横向いてる感じですよね。指みたいな。そう、サックスも右左で音響は違うと思います。あー、そうなんだ。まあそうだよね、だって、うん、左右対称の楽器じゃないもんね。そう、そうなんですよ。だから右から、自分から向かって右に音が出ることが多いので、ちょっと左側で聴いてる人は、うんうん、ちょっとまろやかに聴けるかもしれないですね。あー、そうね、こうストレートの音じゃないっていうか、うんうん、だからカルテットとかもすごいですよ。座る場所によって全然バランスが違うんですよ、ソプラノと対角線上にいればソプラノの音が大きいし、確かにテナーはテナー、バリトンバリトンで、うんうん、だから真ん中でカルテットの場合は聞くのが一番いいかもしれないですね。ソロコンがコロナでなくなったら寂しいです。初めてのソロでピアノ伴奏の方と合わせるのめっちゃ練習したのに悲しい。あ、それは悲しいですね。今でもまだね、コロナの影響ありますもんね。でも今頑張ったのは絶対無駄にはなんないんで、また次の機会に向けて頑張ってください。私も席は前の方で聞くのが好き派です。おお、結構いますね、うんうん、席前の方派。 AOI は静岡北口、アクトシティは浜松、浜松駅。そうです、そうですね、どっちも行ったことあります、うん、ピアノは左通路側できるだけ前列狙います。あー、確かに確かに、一番いいかも。うーん、確かに AOI でデニス・ブリアコフの演奏を聞いたことあります。ご存知ですか、うん、聞いたことある。うん、初めて聞いた。私は真ん中より後ろですね。そう、ピアノのリビューを好みの好きだから左側です。やっぱりそうですね。うん、うん、確かにな。あとまあ大ホールで2階席、うん、3階席とかだったら、あのコンチェルトとかだったらサックスの場合は断然2階席が聞こえるんですよ。1階席だと全然聞こえないって言ったらあれだけど、こう響きが響きが上に行っちゃうんで、そう、頑張って頑張って吹いても1階席だとあんま聞こえないなって思うけど、うんうん、2階席のまあ本当に前の方とかだとものすごくいい音で聞こえてくるので、それこそサックスのコンチェルトの時は2階席を絶対取るようにしてます。うん、皆さんそうみたいです。私もそうします。そうなんです。ピアノもそうですかね。でもピアノはどうなんだろう、どう響く。でもそうだね、でもそのやっぱりこう上に空間があるところはやっぱりどうしても音が上に行くから、上の方が全ての楽器の音がちゃんと聞こえるというか、確かに確かに、1階よりもっていうのはあると思います。うん、しかも招待席とか、うん、大ホールの招待席とか多分2階の最前列みたいな。そうだね、うん、招待が一番いい席だもんね。そうそう、招待が一番いい席なので、まあそことか、うん、あとはまあ普通の 4,500 人のホールだったら通路、真ん中の通路のすぐ後ろとか、うん、すぐ前ぐらいが招待席になると思うので、まあそこら辺がまあよく聞こえやすいのかなと思います。そう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 。でもせっかく美穂さんとね、うん、一緒に YouTube ライブやるかなんかなんかそう、でも美穂さんの思い出はなんかいっぱいあるんだけど、まあ、急に思い出話をし、あ、確かに思い出話をする感じだけど、やっぱスロベニアのコンクールの後に一緒にどこだっけ、あ、イタリアのアウト行きました。行ったのが楽しかったですね。そうそうそう、スロベニアのコンクールが、うん、3年前にあって、うん、でスロベニアって場所的にイタリアの右隣なんですよね、うん、地理的にね。でまあコンクールの場所が本当に国境、うんうん、5分、そう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 、5分歩いたら5分歩けばイタリアみたいな、イタリアみたいな場所だったんですよ、スロベニアと言いつつ。でそうそう、まあ終わった後にまあ、コンクールもちろんも目当てで行くわけですけど、
その後に、うん、コングレス、サックスのコングレスが、クロアチアで。クロアチアだって1個下なんですね。スロベニアの1個下クロアチアで、うん、イタリアあってみたいな。うん、だからこう、コングレスまでに、うん2日ぐらいあったんですかね、時間が。あった。間があったんだよね。うん、間があって、ずっとまあスロベニアにいたから、うん、イタリア行こうって話になって、うん、イタリアに行って、一泊して、うん、で、そこからあのアウトレットをね、うん、事前に調べて。そう、イタリアのね、そう。アウトレットに行って、うん、いろいろ買いましたよね。楽しかった。楽しかった。で、なんかそのイタリアの、私覚えてんのが、そこで、はい、イタリア、なんかその、やっぱりさ、日本の地下鉄とかみたいにエスカレーターとかないないじゃん。なそれでです。でもそのでスロベニアってワインが名産。そうですね。意外と、ね、意外とワインが、ね、なんかだからワインを3本ぐらい買って、あもうその時点で、あその時点で、ね、あったうん、そうでしかもなんかスロベニアのコンクール会場になんかサンダル屋さんみたいなのがあって、あ毎日ね通ってサンダルを買ってました、ね、しかもなんかセール期間中でなんか1足7000円ぐらいですごい可愛い、日本にはあんまりない、うんうん、こういい感じでしたね。派手な柄っていうかさ、うんうん、色も鮮やかな赤とか緑とかね、そうあるね。まあ、なんかコンクールその時美穂さんの伴奏でも言ってたし、公式伴奏でも言ってたから、うん、なんか毎日すごいなんかこう何人もの伴奏するから、終わったらはぁみたいな、今日も終わったって感じで、サンダル屋さん見るといつも可愛い靴があるから前にそこで靴買ってと、うんうん、いうことでトランクがめっちゃ重くなって、でそのイタリアの駅の階段をトランクを持って上がれなくて、うん、そしたら美穂さんがなんかよしこさんなんか私の楽器を持っててくださいって言って、私がトランクを上に運びますとか、電車って上にあるじゃないですか、で階段降りて上がるじゃないですか、で乗り換えだったんですよ、うん、特急に乗り換えなきゃいけなくて、うん、エスカレーターないってなって、でもなんか私もしんどくてもちょっともう無理かも、よしこさんが階段降りれないってキャリー持って降りれないってなって、じゃあ持ちますよって言って私普段やっぱり楽器で、ダブルケースだとそうもう鍛えられてるんですよ、そう13キロぐらい結構重いので、でキャリーが多分30キロいかないぐらい、うん、20何キロぐらいだったんですけど、いやよしこさんじゃあちょっと楽器託すんで私がキャリー持ってきますって言って階段を降りて下ってを2往復して自分の分と超頼りになると思ってっていう、結構意外と私めっちゃマッチョっていう、いやすごいね、すごいそうそう、ね、なんかそういうののためなら何でもやるみたいな、いやすごい頼りになるなって、もうそこでもうめっちゃ感心で、あとそのスロベニア行った時にあともう一個感心したのが、はい、そのなんか英語、はい、英語でみんな喋るじゃない、まあ、コンクールとかさ、はい、そうですね、結構その外国人の方っていうかもう英語でやりとするしかないじゃん、うんうん、お店の人とか最初はなんか英語英語がって、まあ、お互い言ってた気がするけど、うんうん、なんか最後の方美穂さんなんかも英語にこう耳が慣れてきてなんかすごい普通に喋ってました、いい感じでコミュニケーション取ってなんかすごいみたいな、そうなんかコンクールって2週間ぐらいやっぱ行くんですよ、うん、長い期間、うん、そうそうで最初は単語とか忘れてるし、あとコミュニケーションも、うん、なんか取れないけど、うん、やっぱずっともう外国人とばっかり、うん、アメリカじゃない英語ずっと喋ってると、うん、もうそれが普通になってきて、そうなんか、うん、そう最後の耳の順応能力がすごかった、ね、本当ですか、うん、そう私はそんなことなかったけど美穂さんはねすごかった、嬉しい、そうなんかずっとねなんか、なんか分かるようになってきましたとか言ってマジでみたいな説明してましたもんね、タクシーの店主にここ行ってちょっと待っててみたいな、そうそうそう、なんかただ聞こえてきましたとか言って、でもちゃんと確かにそのいつも帰る頃に慣れて喋れるようになって、うん、また戻ってきて忘れるんですけどそういつもそうコンクールの時は、うん、そうですね、もうたくましいと思ってたくましいってコメントも耳がいいなと思った、嬉しい、またお二人なんかさお二人と、あでも私あステージから観客席の顔って結構見えるんですか、あホールによるんですけど、うん、本当に見える、うん、がっつり見えるというか、後ろの方は無理ですけど、うん、真ん中の通路より前の人は結構あ友達とかだったらあどこにいるなって分かるぐらい、ね 見えるよね、見えるとこもあるし結構もうなんだろう、うん、全体的に暗い、うん、壁だったり暗かったり、うん、ライトも暗いホールだと、うん、前から3列目ぐらいまでしか見えない方もありますけど、ね、でも大体やっぱ半分ぐらいまでは見えるんじゃないかな、うん、結構ね、でもみんなが思ってるより見えてます、うん、見えます、だから表情がねいつも分かるんですよそうそうね、結構その私は前向いて吹いてるじゃないですか、で楽譜も見ますけどやっぱり客席の雰囲気だったり、うん、なんか見るんですよね、どういう反応かなって、そうっていう時にやっぱ分かります、でしかもその反応によって逆に緊張したりするんだよね、そうあれ反応良くないなみたいな、うんうんうん、どうしようみたいな、ね、そうなんです、だから、まあ、マスクで今はねちょっと目しか見えないですけど、うん、
そう、普段だったらやっぱりこう笑ってるだったりとか、うんうん、そうなんか結構わかりますね表情は、うん、確かに、うん、どういう気分で聞いてるのかな、うん、みたいな。まあ演奏の時はね、演奏終わっていい演奏したなっていう時はね、もうそのこう拍手の感じでわかるから、うん、 それはいつもありがたいなと思ってるけど、うん、そのMC、 そのお話しする時とかでなんかちょっと面白いなと思ったらハーとか声出して笑ってくれた方が、うんうんうん、そうそうそう、ちらも安心するみたいな。そうそうそうなんですよ。そうそうそう、意外とわかるので、うん、素直に反応してくれると嬉しいです。だからこう良かったらいい反応だし、うんうん、悪かったら悪いで、つまんなかったら寝て寝てっていう、確かにあの全部あの寝ててもわかるので、うん、こっちは芝居みたいですね。ありがとうございます。確かに嬉しいんだけど、よくいっぱいお話ししてますもんね。ありがとうございます。芸大は英語の本使って授業すると聞きました。大変ですね。英語の本は使わない、ね、英語の本ですね。それはたっと何、それは英語の原書でやるってことですかね。か英語の普通に本、えじゃそんな本買ってレベル高い英語取ってなかったか、いやそんなレベル高い英語は取ってなかったんで。だからなんか上にさ、なんかいたよね、 いたっていうか いらっしゃって、2人とも主語です、ね、主語ですね。あーどこからその情報が主語ですねってなんだろう。まあ、飲みますね。そのワインを買ったって話かな。あ、そういうことか。確かに海外行ったらね、やっぱり、うん、あのね、あっちのワインは美味しいですからね。美味しい、うん、バスタオルにくるんで持って帰りますね。確かに、そうそうそう、うん、すごいそれキャリー重くなるんで、ね、そうそうそう、そうなんですよ。とバイオリンやっていたのでクレモラに行ってみたいです。あと、あ、ショパンの心臓が安置されてる。あ、あ、うんうん、ショパンの心臓あるんですか、うん、そう、そのね、ショパンが、うん、そのあのなんかショパンの時代って革命が起こってて、うん、ポーランドに入れなくて、はいはいはい、多分フランス行ってたんだよね、うん、でもフランスで亡くなったんじゃないかな。でショパンのし、でもなんかこのショパンはずっとポーランドに帰りたいけど帰れなかったみたいなのがあって、だから心臓だけポーランドの、あ、そういうことか。そうそうそう、ね、安置されてるね。しかも今ね、ショパンコ、ショパンコやってますからね。すごい日本人がね、うんうん、残りまして、私もちょっとたまに見てます。でもあのクオリティを無料で聴けるって、いや本当ですよ、やばいよね。コンクールのねライブを無料は半端ないですよ ね。ちゃんとねカメラアングルも、うんうん、音質もね、いい音質よね。いやすごいですよ。ただ だったら見た方が絶対いいですよ、うん、あのピアノやってなくて も、 本当に、うん、もう聞くだけでね。そうそう、私歴史的瞬間ですから。そう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 、5年に一度でしたっけね、うん、ぐらい、4年か5年かどっちだっけ、うん、そうそう、で去年が本当あったけど延期だったんですよね、うん、そうだね。そうそうそう、だから、うん、もうやっぱ参考になりますね。そうだからこう楽器ちょっとやってる方でも、うん、あの登場の仕方、あ、やっぱりその前のあれってカメラが登場する前のその奏者の雰囲気、うん、こう壁に流れかかって、うん、で名前呼ばれてこう出てくわけなんですけど、その時のやっぱり緊張感だったり、その人の態度、なんかこう、うん、自信満々でいくのか、それともこう静かにスッて自分っぽくいくのか、うん、そこで結構個性が現れるんで、なんか演奏以外のそういうところって見れないんですよね、やっぱり裏側なんで。そういうところをね見るの結構いいですよ。あ、この人ってこういう感じなんだな、うん、みたいな。そう、だからそういうところに注目して聞けるといいと思います。よしこさんの趣味を教えてください。趣味を教えてください。私はでも一番は野球観戦ですかね。野球はもうカープ、広島カープのファンなので、うんうん、ね、今ねちょっとねまた持ち返しちょっと強くなってね、3位になれるかならないかみたいなところでちょっとあの今強いんですけど、今年ちょっと弱くて、うん、もう怒って見てなかった。怒ってみたもういいと思って怒そうだったんですね。怒って見てないけど、でも今はね、今はその CS クライマックスシリーズに行けるかいけないか、うん、なんかこう2週間前ぐらいから急にちょっと強くなってきて、3位になれるかもしれない。絶対無理って思ってたのになれるかもしれないみたいな。カープが、そう、カープがなんか、ね、ジャイアンツが3位なんですね。そうなんで、4位がカープで、なんかこう、でもなんかその大学逆転があるかなみたいな、まあ、ちょっとでもそう、来年はね、来年ここ2020年と2021年は観戦にねちょっとやっぱいけなかった、うん、なので来年はちょっといっぱい行きたいなと思ってます。そう、カップ女子です。野球が、そうですね、野球観戦がいいな。趣味あるの羨ましいな。え、趣味あるじゃんってさ、昨日もさ上さんに言われてたよね。でも食べることしかないんですよ。なんかこうみんなそうじゃないですか。普通の人なんか走っていけばいいじゃんって。あの太るからね、食べ歩きすると太るっていう話したら走っていけばいいじゃんっていう。いや、そこはね笑った。なんか上さん言いそうと思って。あ、言いそう。
そうそう、昨日上野さんとライブしたので気になる方はインスタグラムの IGTV に載せてますので、ね、面白かったです。私も お家で見てました。ありがとうございます。そうそうそう、コメントをね、クレイさんのその他試験で吹くのですが、気をつけることだったりかっこよく聞こえるコツの、なんかありますか。息のスピードが大事かな。 あれは一楽章のテレレレレっていう、あとはタイ、あとはもうキリッとちゃんと音の処理かな、うん、音の処理をきちんとすること、楽譜通りにすることが意外と大事かもしれないですね。お二人とも服が可愛い、当日の衣装もう決まってますか。ありがとうございます。そう、当日衣装ね、うん、もう決まってます。実は今まで二人とも登場したことない新しいドレスを新調しましたので二人とも今あれだよね、今お直し中です。ドレスって買ったまま着れないんですよ。そうそうそう、やっぱりね、身長とか、うん、丈詰めなきゃいけないように身幅詰めたりとか、うん、で二人ともちょっとギリギリ人間なので1週間ぐらい前にでしかもうちは海外で買ったんだよね。海外から海外から2人とも取り寄せて、で海外のやつってサイズ大きいから、そう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 なんですよ。基本お直しが必要でギリギリまでお直ししなくて今やっと出してなんか3日前ぐらいに帰ってくる、うん、あと何日か後に帰ってきますっていう新しい衣装なので、はい、お楽しみに。はい、星川さんも今美容ワイン飲んでるんですか。あ、美容ワインね、そうそうそう、グレンネコさんね、なんかね、前に濃いめのレモンサワーってさ、宮越くんとかさ、ファイブアイファイブの、はい、ライブ、ね、やってる、出た時にそう美容ワイン、オーガニックワインハマってて、そう、いやなんか悪酔いしないから、あ、そうなんですか。そうそうそう、めっちゃいいですねそれ。そうで、なんかその時は酒の格安のオンラインに美容ワインがね1本500円とかあったんだよね、うん、でも今なくて最近ちょっと美容ワイン飲めてないですけど、でもこの前セブンイレブンのオーガニックワインを飲んで、うん、それも結構美味しかったです。すごい、めっちゃいろんなの飲んでますね。たまに羨ましい。飲んでますね。いや別にやといいの飲んでるわけじゃないからね。いいなあ。こう、スミヤさんがめっちゃ綺麗なフレーズとか超ズギコした時にアキさんがちょっと、あ、そうなんだ、知らない。てか何知ってんの。そうなんですね。めっちゃ細かい。いや私わかんない、自分は前を向いて吹いてるんで、いやでもどういう反応してるかは全然わかんない。そう、なんかすごいこう綺麗なフレーズとか、あとはフラジオが綺麗だった時に、うん、そうなんですね、知らなかった。やってます。そうそう、すごい、そういう目線もありますね。あとカデンツァの時とかね、暇だからこう聞いてなんか、うんうん、イエイとしないけどこう表情でなんか、そうなんですね、イエーみたいな。全然知らなかった。まあそっか、そうですよね。そうそうそう、なんかいます、ちゃんとね、うん、いたら真顔ではいないですよね。そりゃそうですよね。そう、頑張れって感じ。ステージ出てまずチューニングするじゃないですか。ピアノに持ってやってるか分からなくて、いや分かりますよ。これはね、分かりますよ。経験ですよね。うん、経験。でも私も最初は大学入りたて、うん、高校生の頃からサックス回してたけど、でもチューニングの音とサックスの音が、まあ、ラはラで一緒じゃん、うんうん、はい、でそれでサックスのソリストがいやちょっと低い高いっていうのは大学入ったばっかりの時は分かんなかったし、うん、そうですよね、音程合わせないですもんね。そうそうそう、あれはでなんかあれ低いなとか言って、うんうん、あ低いんだとか思ったけど、それを4年も5年もやってるうちにあ今低いねとか分かるようになったから、でも確かにそのね、そういう観点で聞くっていう訓練をしてないと結構難しいことかも、うん、そうですね、やっぱりチューナーっていうのがあって、チューナーって目で見るじゃないですか、低い高いって。だから耳で合わせないと、うん、っていうのがやっぱり後からね、最初はみんな目で合わせて、うん、あ、そうなんだ、どういうもんかな今高いか低いか、うん、だけどそれがどんどん耳と目を見て、うん、で今度は耳だけになってみたいな、うん、そうそう、やっぱピアノはね音程合わせるってことしないから、うん、その耳がそうじゃなかったです。大丈夫、巨人は負け中、イエーイ、ららら、すごい詳しい。スターウォーズと趣味、そうです、あ、そうだそうだそうだ、昨日もそう話してた、そうそうそう、スターウォーズ同じこと言ってるよ毎日。そうでした、そうでした、そうだね、スターウォーズ、スターウォーズはね大好きですね。あとあれじゃない、こうおしゃれとかさ、あ、こう化粧とかなんか服とか、まあ、美容はオタクですね。美容オタクですね。まあもう趣味の域は超えてると思うけど、うん、あとあれは料理とかを、あ、料理もチーズケーキとかさ、確かに夜中に作り始めちゃうっていうチーズケーキね、そうそうそう、え、結構いっぱいない？確かに、でもね全然深くはないんですよ、うん、いやいや詳しくない、深めるの大変だよ、ちょこっと触りちょこっとちょこっとちょこっとずつ、いや趣味だからね、別に趣味だから、趣味だからいいんだ、確かに趣味だからいいんだ、別に極めなきゃ、確かに確かに、そう、芸大受験の時はホテルに泊まって
ていましたが、その都度かね、まあ、よしこさんはね、東京も東京実家なんで、家から来ました。私は1時の時は泊まって、うん、上野上野の駅に泊まって、うんうん、2時はそのまま行ったかな。遅かったんですよ、最後だったんで、受験番号最後だったんで、ね、2時は茨城からすぐ特急で行けるので、うん、それで行って、そうそう、3時もそのまま行ったかな。本当は泊まりたかったんですけど、うんうんうん、1時で泊まった時にあの鍵忘れて、うんうん、どんどんしてる人がいたんです、向かいに。あ、やばい、ね、あの部屋の鍵を多分ね忘れて、で怖くても夜中の1時ぐらいに、高校生ですよ。で自分の部屋ではないけど、もう本当に真向かいですね、こうちっちゃい窓見たら、あの怖い怖い、パンツ一丁の男の人がどんどんやってるんですよ。怖い怖い、嘘でしょみたいな。それあのフロントに行けばいいのに、いやそうだよね、そのずっとやってるから寝不足で、いやむしろ止まらない方が良かったってなって、えでも確かに、まあ例えば北海道とか九州とかだったらね、うん、もうとどまってってのはいいけど、うん、帰れるんだったら帰って一回お家でちょっとゆっくりした方が、ね、そうなんですよ、こう精神的にちょっと安心できていいかもしれない。1時間ぐらい着くし茨城だと、ね、秋さんが行けなかったから、あカープがね、あそういうことか。いやでもね、行ってても弱かった時ありますよ。あらららら、まあまあでもちょっとね、来年は頑張りたい。腰痛くなりますよ。腹？あ、腹？腹痛くなるの？なんだろう。何に対してだろう。美穂さん食べるの趣味な割にスマートや。そうですよ。そう見せてるだけ。そう見せてるだけ。インスタに何だっけ、その美味しいもの乗っけてるインスタはみんなにもう公開してるやつ？公開はしてます。うん、そうだ、すごいさ、すごいに肉やらめちゃいつも食べてる。肉ばっか食べてます。もう一個私アカウントが、あの食べ物だけのアカウントがあるんですけど。いやすごいなと思う。確かにあんな食べてたらね。いや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 、うん、太りそうだけど。いや太ってますけど。すごい。いや、あの、そう見えるだけなんですよね。そうそうそう。あとそれ以外は全然ね、お米食べないとかするしかないですね。食べたいもの食べるために。ね、食べ、そう、まあ、それはでも確かに分かりてる。今グーってなってる。お腹すいたね。コンサートで時々ソーシャルマキさんの顔の表情見てる時ありますそうなんですか。じゃあ結構表情豊かなんですかね、アキさんは。あ、そう、そうか、吹いてるか分かんない。分かんない、そう、分かんないです。そう、本当に分かんない。いや、私ね、表情が豊かで結構定評が、あ、そうなんですか、定評があるんですね。見たい。じゃあ今度から向かい合って合わせするか。いや、本番は楽しそう。本番は、そう、合わせん時はね、すごい、うん、こう、あ、そういうことか。すごいシビアな気持ち。本番の時は作ってるってことですね。いや、いや、なんかこう楽しいってまず思わないとすごい緊張してしまうから。あ、確かに。まず、確かに、あの、なんかこう本当はまあすごくね、演奏って細かく、うん、シビアに繊細にいろいろ調整してやるけど、うん、それをまあもうそのまま舞台に出ちゃうと緊張して力が入っちゃうから、楽しいって思ってやると、なるほど、力が抜けて結構。それがじゃあ皆さん、そうそうそう、緊張したらいいかもしれないですよ。そうそうそう、ドレスも楽しみにしてます。22日も2人のアイコンタクトに注目しようと。ぜひ。あきさんピアノ以外なんか気やってましたか？ね、私中学校の時アルトホルンやってた。小さくですか？いやいや、なんか、あ、ごめん、中学じゃん、小学校ね、すごいなくなってる、めっちゃ、ごめんなさい、ぐーっとすごい小学校の4、5、6年金管バンドみたいに入ってて、うん、小学校だわ、アルトホルン、すごい、アルトホルン、アルトホルン、アルトホルンってあのユーフォニウムちょっとちっちゃいやつですね。アルトホルンってさ、アドルフサックスを作ったんじゃなかったっけ？違う、アルトホルンもでしたっけ？ユーフォはアドルフサックスよね。アドルフサックスですね。そう、アルトホルンやバスクラとユーフォ、うん、あ、そっか、作ったんですよね。そうそうそう、やってました。であと、うちのおばあちゃんがおことの先生だったから、おことも、すごい、桜とかな弾けます。すごい、じゃあ読めるんですね、おことの楽譜。いや、まあ一応、すごい、一応それはすごいな。あきさん、先日ライブコーナーで告知となってますね。そうです、そうなんですか。あの、昨日のあのケンタさんのサイバーバードのやったやつ見てくださってありがとうございます。なんか最後カーテンコールで、うん、なんか私さ、あの服覚えてる？ あの写真見ました。そう、あ、見た、そうそう、あのね、この裾にね、あのヒールがかかってね、かかってこけそうになったけど、こけなかった。なんとか、よかったよかった。なんとか、そうそうそう、楽器持ってたりするってね、やばいですよ、こけそうになると。ドレスは、ね、でもすごいね、いつも、いや、結構私こけそうになってますよ。スルッて、あの、すごい、ね、踏んじゃってスルッてこう後ろになることがよくあります。後ろになる、後ろになることが、へ、
送中の表情よく見てます。結構見てます。ありがとうございます。確かによしこさんは結構見てくれてるなと思います。でも私見てくれてるから恥ずかしくて目見れないなと思ってみたいです。なんでなんかドキドキみたいな。いやもう見てくれてるって、もうめっちゃ 見るよ。めっちゃ見てくれてるから、うん、私は見れない、一緒に見つめよう、一緒に見つめれないなと思って体だけで表現してます。あ、視線は感じてるのね。めっちゃ感じます、めっちゃ感じます。あ、見てる見てるって思います。ここ本当ここぐらいまで人間って見れるじゃないですか。確かに確かに。何度 ?190 度ぐらいまで見れるじゃないですか。そこで、あ、見てくれてるって思うんだよ。あ、なんかさ、なんか普通にさ、こう、まあタイミング合わせるときに見るって時もあるけど、でもタイミングとかはさ、こう吹いてくれてる音とか一気でわかるじゃん。うんうんうん、だからそれも見るし、あとなんかどんな顔でやってんのかなみたいな。え、顔。いやなんか表情で組み取るってこと。なんか緊張してんのかなとか、今楽しくやってるかなとか、なんか、わかるじゃん、うん、なんか、うん、それとかあとこう iPad でさ、はい、ちゃんと画角がいってるかなとか。あ、すごい、もうめっちゃそういうところで見てるんですね。もしさ普通はポンポンとかさ、みほ、うん、さんって足でペダルけど、うん、すごいこうやって押してたりすると、はいはい、あ、なんかあったのかなとか、だからこうゆっくり引いた方がいいのかなとか、すごい、しゃがみしてます。いや、すごいですね。そこまでっていないですよ、なかなか。その自分だけじゃないですか、だいたい自分か、まあどういう風に吹くのかなんだけど、すごい、そういうところまでやってくれるのはさすがですね。いやいや、それは安心感が違いますよ。はい、あ、名前の由来を知ってください。これは大丈夫なんですか？あ、全然大丈夫ですよ。母がアキコというのでって言ったらね、うん、あれなんですけど、ね、なんかそのマルタさんっていうね、はいはい、サックスのもうすごい人、大スターの方、マルタさんの事務所で1枚 CD 出させていただいた時に、うんうん、松本よしこさんっていうジャズ系の方で同姓同名、もう漢字の方もいらっしゃって、まあ、その方は私たちよりもずっとあの上の年代だけど、うんうん、その今も活動されてるってことで、じゃあなんかつけてみたらみたいな言われて、なんか芸名とかさ、うん、そんなつけると思ってなかったけど、まあ、1回ぐらいつけてみてもいいかなみたいな感じで候補を出してもらったさんに、じゃあこの中で選んでくださいって中で、うん、そうなんです、ね、でもさ芸名とかってさ変なのしか出てこなくて、なんか、うん、セロリーヌみたいな、あ、カタカナ、カタカナかなって思って、横文字、そう、横なんかね出てこなくて、うんうん、でなんかうちの父とか母とか短い人の名前からちょっと芸名っぽくなりそうなの取って、秋っていうのも入ってたのよ。そうか、それで、でそれで、で丸田さんが、じゃあ今日からお前は秋松本だってなって、すごい千と千尋じゃないですか。今日からなんだっけ、今日からお前は千だみたいな。そうそうそう、千じゃないですか、なって、そうで、もう、まあ、でも最初はもうこう卒業しちゃってでつけたからさ、うんうん、松本よし子なのに、うん、なんで秋松本なのみたいな感じで普通思うじゃん。あ、うん、まあ、でもこう美穂さんとか、うん、スロベニア一緒にいた時も多分あの時は秋松本だったでしたっけ。そう、行って、それはね、うん、外国人の人呼びやすいみたいな。あ、確かに秋は呼びやすいですね。そうとか、そうそう、いろいろもう美穂さんといろんなとこ演奏行かせてもらって、ようやく最近、うん、こう秋松本として、まあ認知されるようになってきたなと。いや本当ね、そうですね、ありがたいことです。ありがとうございます。今私本名のよしこさんって呼んでますけど、うん、どっちがいいとかあるんですか。いやよし、いやいや、もうでもさ、こう古くからの知り合いはもうよしこさんで全然いいと思うんだけど、でもこうなんかあきちゃんって呼ばれるとなんかちょっとこう若い感じがしない。あ、確かに。よしこさんよりさ、あきちゃんの方が若い感じがくて可愛い感じがするから、ちょっと嬉しいなって思うけど、でも別にもう、あ、どっちでもいいですかね。古くからの友人なので、私はもうよしこさんで全然大丈夫です。脱毛されてますか？どこどこ？いやすごい質問ですね。まあ今はもうこのご時世っていうか、みんなね、まあみんなしてますよ多分、うん、みんなしてる人の方がね9割してると思っていただいた方が、おすすめはちょっと人によりけり、予算によりけりな感じなので、うんうん、そうですね、まあ、結局エステ行くんだったら医療の方が安く済みそう、同じこと言おうと思ってるだなと思います、うん、結局エステ行ってもなんかやっぱり医療の方がいいなってなると思うので、医療のところ行った方がいいと思います。公演中オイル直しありますか？今回は、いや今回はないですかね。もうね、2人とももう今回はこれっていうとっておきのやつが、うん、これっていうとっておきのやつがあるので、もうそれで前半後半行きたいなと、ね、お、昨日のコンサート見に行きました。あ、私ですかね、うん、ありがとうございます。お、すごい見てくださってる方が、アクセルのイメージ変わりました。昨日の前ではこんなに上がる人も、あーでもそっか、確かに、なんかね、確かに言われてみれば確かに、私もそう思いませんでした。
最初大学生の時 に, 確かに、宮越さんの伴奏をよくね、うん、されてたんですよ。宮越ゆうきくんのね。そうで、サックス部屋っていうサックスの人たちが集まる部屋があって、うんうん、そこにいつもいらっしゃってて、うん、でもなんかこの先輩だし、うん、あまり一緒にやったことなかった時だったから、うん、ちょっと怖かったじゃないけど、ね、そうそうそう。で、黒髪だったじゃないですか、当時。そう黒髪でロングな感じで。で、そう、で、なんか、その時は、ほぼ化粧とかもしてなくて、うんうんうん、今とね、結構印象が違うんですけど、うん、確かに。で、あと、なんか今は、こう、反省して、こう、演奏、反省っていうかね、なんか昔は、学生時代、はい、大学生とかは、の時は、舞台上ですごく怖い顔してたのね。うん、あー、でも確かに今ほど、そう。でなんかなんでかというとやっぱりさなんかうちら演奏終わってさあもう今日も120点みたいあんまないじゃん、うん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 、あそこできなかったなとか、うん、ここもちょっとこうなったらだからとか反省とかさもう方が多かったりするじゃんだからその本番でも緊張してもここをこうしなきゃいけないとかこういう風に弾きたいとかいろいろ考えて上手に弾きたいと思うあまり本番のステージでも顔がもうもうなんかすごい恐ろしい表情、うんうんうん、確かにで弾く時も怖い顔で弾くことが多かったのね、でもそれをなんか母に指摘されてでも確かにさまあコンクールとか試験だと分かるけど、うん、こう演奏会とかでさみんなハッピーな気持ちになりたいから来てんのに、まあ、確かにその演奏はさ演奏さておき表情だけでも楽しかった方がいいなうーんすごいじゃあそ意識してやってるんです、ね、そうだから出てくる時からなんかニコニコみたいな感じにするようになりましただから学生時代は多分すごく確かに試験の時とかはそんなに楽しそうには弾いてなかったと思いますそうそうそう、うん、そうそうそう一緒になんか いろんなとこで演奏会するなってから、うんね、ああそうなんですねなんかそうそうだから試験の時はねそっかすごい怖い顔で言ってたから、うんうん、こんな人だと思わなかったはず結構ね本当に明るいですよ本当に自分の会ってきた人の中では結構明るいところにいますよ明るい、うん、そう明るい人だと思います暗くないでもえ全然暗くないですよえ分かんない すごい明るい人だなってえ逆にさサックスのさ、うん、仲いい人の中で一番明るいなって人は誰一番明るいまあ別にサックスだけじゃなくてもいいけどなんかあの後輩ですけど、うんうん、清水舞香ちゃんあその、うん、声のトーンとかじゃなくて明るい人なんかハッピーな人かなっていうのはありますねそれよりも明るいと思いますマジで、うん、あそうなんだ舞香ちゃんはね舞香ちゃんのそう私の弟子なんですけど ね, ありますよね元弟子ですねであれねなんかいつかさ自分の生徒たちでカルテットやりたいみたいに言ってなかったそうです、ね、なんかいつかのライブなんかカルテットやったら面白そうだなみたいな、うんうん、あの自分の弟子があの3人今芸大に入ってるんですよ、うん、すごいよね女の子さんにえ3人もそうあのももかちゃんとあーそこ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 すごいすごいすごいあのまいかちゃんと3人でも弟子が入っててこの若さでやばいことですよねいや確かにあの、うんうんうん、気まずかったでしょうねかぶってる時は先生4年生なんだけど1年生で入ってきたから先生だけは先輩みたいな、ね、そうどうしようみたいなどっちで呼んだらいいですかって言われて住谷先生みたいなそうでもいやでもみんないるからもう美穂さんでいいよみたいな感じに なりましたけど気遣いそうもし私が院入ってたら全員と被ってるっていうそ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 っかそうなんですよおずっと憧れてたので演奏を生で聴けてた幸せでした誰かなんか学生さんとかだったんですかねかもしんないですね、うん、ありがとうございますおあきさんソロリサイタルとかバンドカンズのどうかよってねちょっとねいやそうですねちょっとあのほなんかてか本当は去年の5月に私、うん、CD を出してて、はい、多分なんかあげたっけあげいただいてはないえ嘘マジ え嘘あれ去年のあれちょっと待ってまあまあここ見ればわかります多分ないかも本当まあ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 じゃあちょっとまたありがとうございますで去年の5月に CD その、うん、バンドで自分のまあちょっと作曲して4曲入った CD 出してて、うんうんうん、でそのレコ発ライブっていうかを去年の5月にやる予定だったんだけど、はいまあ、去年の5月とかってさ、うん、もう全然できなかったから、ね、うそれで本当に その時はねやろうとしてて会場も抑えてて、もうあのメンバーもお願いしてってやるっていう声にやっぱり延期になっちゃってっていう感じで今なんですけど、うんうん、でも来年とかね、うん、もうちょっと落ち着くかなっていう感じだとやりたいですねなんか思ってます
行きたいです。とても聞きたいです。本当に本当に聞きたいです。ありがとう。聞きたい。恐れ多いけどね。いやいや全然もう、って感じでもね、うん、その、 あの宣伝させてもらうので、はい、もうぜひぜひもうありがとうございます。私にも言ってくださって、はい、はい、で息のあった2人、え、仲良しのお二人ですね。22日の掛け合いかっ、なんトークショーなのです演奏会なで、そう演奏会なんでトークはちょっとちょこっとあのむしろちょっと真面目な感じでやると思います。そうそう、しかも結構さ、だってこのサックスレボリューション1だから、もうなんか今までの音楽の集大成と今後の、うん、これからみたいな、うん、結構真面目なリサイタルなので、もう最近で一番真面目ぐらい。そうですね、もうなんかね、音楽性を全部出してる。そうだからこう意外とおしゃらけた感じこういう感じではないですので、はい、ちょっと残念ながら、うん、コンサートの時の秋田の話し方で話すの苦手なのかなという印象だったんですが、こんなに話す。あ、そうなんだ。でもすごいよく見てると思う。なんか私最近はさ、一緒にいっぱい、はい、いっぱい公演させてもらってるから話慣れてきたけど、こうなんていうの、基本はこう喫音が喋る時どもるじゃん、うん、今もちょっとどもってるけど、うん、だからそう最初はすごいもうすごい苦手だった。今慣れて、だから今はもう話慣れて、あとね、声のトーン変えたの。前はもうちょっとこう低い声で話してたと思う、うん、大学生の時は確かに時は低い、なんか普通本当はもっとこれぐらいが地声なんだけど、はいはい、でもそうするとちょっとね、こう発音する時詰まってタタタタタタタ、ちょっとね、こう喫音になりやすいっていうのを自分で発見して、だから今みたいなこういう感じの声の方がきつ音になんないし喋りやすい。ああ、なるほど、そういうことか。ああ、そういうことか。で、しかもこう印象も明るく見える、高く喋ったのが。そうそれ思います。羨ましい、私めっちゃ低いから。別にそれでね、上手に喋るからいいんだけど、ね、ちょっとおかしいですよね。なんかあれじゃない、なんかさ、あのなんだっけ、あれなんだっけ、あの 3匹の子豚、違う、赤ずきんちゃんのさ、あ、狼がさ、お前それめっちゃディスってますね。めちゃめちゃディスってますよね。なんか、おばあさんだよみたいな。いや今のこうハスキーの声聞き慣れて、はい、すいません。そう、はい、だからあの、まあいいですね、この差が。私はもう低いので。はい、すいません。おすすめの香水とかってありますか。お、よしこさん何使ってますか。私は今ジバンシーのランテルディってやつか、うん、あのあれもいいですよね。なんだっけ、あのマルジェラ。あ、はいはい、マルジェラ、はいはい。香水もめっちゃいい匂いで、うん、好きです。うん、ジバンシー嗅いだことないです。ジバンシーのね、ランテルディ、なんか好き嫌いがなさそう。なんか好き嫌いがみんなにいい匂いですねって言われる。あ、いいですね、それめっちゃいい。そうそう、なんかあとね、ちょっと前までは、うん、シャネルの男性用のエゴリスプレプラチナム。をなんかね、スロベニア行く時にね、買ってました、免税店でね。そう、空港で買った。それとかもそのイメージがありました。そういうなんか結構男性用のやつも結構好きかも。男性いいですよね、男性用の匂い。私も好きだな。どうでしょう。私はセリーヌの香水を使ってます。で、そう、ここにありますけど、うん、もう部屋入った途端めっちゃいい匂いしたの。本当ですか、うん、いや全然なんかもう匂いでごまかし系の。あと、いただき物とかでなんかディオールとかの香水もらったりとか。え、香水何個持ってんの。え、結構ある。でもちっちゃいですよ、あのいただき物なんで、海外のお土産とかで、まあ5個ぐらいかな。まあでもちっちゃいけど、香水で減るのは遅いもんね。遅いですね、確かに。だから気分によって、うん、基本はセリーヌですか、ね、基本はセリーヌですね。遊びに行くときとかは。仕事の時は一切つけないですけど、うん、遊びに行くときは絶対セリーヌをつけてます。いい匂いの、はい、美穂さんです。いやいや全然練習中息が合わなくて、いやそれはないな。それはない。私はないけど、カチンと来てたら多分やってないです。あの1回目に例えば初めて初共演しますで、うん、この人ちょっと合わないわ全部がって思ったらもう頼まないし、で多分一緒じゃないですか。よしこさんもね、まあ、一緒にやりたくないってなりますね。やりたく、そう、なんかね、私ね、態度に出ちゃうんだよね。あ、そうですか。なんか結構そう、いやなんか、まあ、その公共の電波だからあれだけど、なんか好き、なんかね、いやなんかそんな嫌いになることはないんだけど、うん、あ、嫌だなって思ったらもうなんかね、こういう感じじゃないんだよね。あ、そうなんですか。
見たことないからそういうやばいやばいよ、しこさん見たことないのでいやってなっちゃうから、だからそれは相手にも伝わるよね。うん、それはそうですね、確かに。それでちょっとあれ、うんうん、なるほど、うん、てかなんか意見が合わなくてっていうか、なんか私はその別に美穂さんは美穂さんを尊敬してるから、でその美穂さんのコンサート美穂の伴奏だから基本こうしたいっていうのはこう尊重っていうかさ、それでこうしたい、うんうん、じゃあ私はこうしようとか、なのでその何意見の優先順位は絶対決まってるから、別にそれでなんかね意見が合わないってことはないです。合わせてくださってますいつも。お部屋見たいと言ったら無理ですかね。無理ですねちょっとここだけここだけで、あとは想像にお任せします、はい、うんうん、いや綺麗な広いお部屋です、うん、いやいや全然ですよ全然全然ですよ海外のドレスいいのあるんですが輸入までちょっと時間かかる。うん、確かに、うん、ちょっと余裕持ってそう、なんか日本だと被るんですよね、どこで買ったって全部わかるんですよ、うん、ドレスショップが本当に3つぐらいしかないんで、うんうん、デザインも値段もわかるしっていうのはすごく嫌で、やっぱドレスも個性かなって思ってて、うんうん、確かに日本のなんか有名なドレスショップだと被っちゃうことあるよ、被るんですよ、もうあこの人また来てる、この人も来てるみたいな、うん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 、じゃなくてやっぱり自分だけのやつがいいので、うん、私はドレスか、まあ、国内の本当に一点物入荷のところに行って買う感じですね。あきさんは斉藤健太どう思っていますかってどういうこと。確かにで、それはどういう意味なんだろう。健太さん、健太さんも素晴らしいサクソフォン奏者として、うん、もう美穂さんと尊敬しています。なんかやっぱり国際コンクールをさ、うん、美穂さんもスロベニア1位になったし、健太さんもねリナで優されてて、国際コンクールを一緒にこう乗り越えるとなんかこうちょっとなんだろう、うん、こう信頼感がまた強くなるのはあると思う。でなんでかというと、そのいつもはさ美穂さんもヘンドさんももう日本ではさもう超トップで うまいしもうわーってもうさもう完璧みたいな感じやけど、でもこれ国際コンクールとかだとやっぱめっちゃ緊張するじゃん、うん、緊張します。だからそういうところで、あ美穂さんも人間なんだなとか、健太さんも人間なんだなとか、そういうのがちょっと見えたりすると、確かに、あじゃあこういう風になんかじゃあそれをどう支えればいいかなとか、すごいそんなことまで、ね、なんか考えたりするから、確かに普段と違う顔が、うん、まあコンクールで見えるかも。もう演奏会の時じゃない、ね、そうですね、演奏会はあんまり特にそんなないんですけど、なんかオリンピック行くみたいな感じじゃない。いや本当そうですよ、本当にオリンピックるとかね、本当にオリンピックと思ってます。いやそう、もう結果でもね、あの時ね唯一結果発表で泣いたのがスロベニアの時の、うん、なんだっけなんだっけな、シューマン吹いてさ受かったやつなんだっけ、あ1時ですか、1時だっけ、はい、1時です、1時ので、しかも最なんかそうスロベニアの1時予選の発表、はい、で選ばれた時に泣いたよ、はい、マジ。え、よしこさんがですか、うん、え、なんでですか。え、だってさ、あの時なんかシューマン吹いてさ、なんか審査員の先生がダメだったみたいな、はいはいはい、なんかこうシューマンでちょっと最初失敗しちゃったんだよね、めっちゃやばかったですね、はい、で、なんかでなんかそれも、ね、結構失敗したからなんかどうしようみたいな、いや、なってました、なってました。でも普通に上手だけど、そこなんかそこだけ引っ張しちゃったんだよね、うん、なんかそこが受かるか受からないかみたいな、そのあったんですよ、課題で自分のやった調が違くて、そうそれで審査員のなんかこう競技に入ってる感じだったんですよ。演奏はいいけど競技に入ってちゃってるのを見てちょっと、あ、ちょ、動揺しちゃった、動揺しちゃいました、めっちゃ。でもう美穂さんはもうダメだみたいな、ダメだってなってました、なってた気はするし、でも私はでも分かんないよって思ってて、結構本戦まではあの落ちてましたね、うん、気分が。その2時も、うん、あの新曲はうまくいったけど、うん、オルブライトがうまくいかなくて、あどうしようってなってたけど、でその1時の結果発表で14人が呼ばれてたよね、うんうん、そう、その時になんかあれ何順なんだろう、あれ名前順かな、名前順でしたっけね、あ名前順だったかもしれない、ね、そうでもうさ、あめっちゃドキドキするよあれ、確かにそうですよね、ピアニストの方もドキドキするんですね、何目線だよって感じ、そうだ、結構国際コンクールはそうドキドキして、いやドキドキしますね、そうなんか、でそう私ライブ配その結果発表の時さちょっと間に合わなくて、あの、うん、ホールに行くあの道すがら YouTube で見せたんだよ、ね、あそうなんですね、うん、でもで最後にその美穂すみやって最後でしたっけ、そう最後、絶対最後だった、絶対最後だった、あ最後で私全部あの絶対最後だった、まずあれだったんですよ、あの演奏順がもうほぼ最後から2番目みたいな感じで、そうだそうだそうだ、2時も最後でしたもん、
そうだ。そう。で、それでもう最後の一人とかもうやばいじゃん。もうなんか確かに。私も一番やばいですよ、私が。そうかそうか。ごめんね。やばい。やばいやばいって。いや、そう。確かにそう。いや、それで、あ、もうよ、もうよかったと思って。あれはね、もう。泣きいやー確かに。あでも結構やばかったです、私もなんか、うん、精神的に良くなかったかな、うん、まあ、でもそういうのを乗り越えての世界一ということでね、うん、いや大変。逆になんかもうひどかったから1時2時が自分的に良くないなって思って通ってたから、うん、あもうじゃあもう泣くつもりはないわと思って、うん、あの好きに演奏したら良かったっていう、うん、で本戦のあのリハーサルの時オーケストラの方向いてやるのが、うん、あれは絶対そうしようと思ってて、ね、やっぱりオーケストラってやるときに、うん、あの皆さん客席こう見て吹いてるじゃないですか本番は、うん、でもそれ吹いてるとオケの人って音を全然聞こえてないから分かんないんですよね、うん、どうやって、うんうん、どこでどうなってるかとかどこで抱えがあるとか分かんないんで、うん、もう最初からどんな時も私は仕事でも何でも1回目は絶対内側向いてやるようにしてて、それがやっぱり良かったし、うん、オケの人もすごく組み取ってくれて、なんか応援してくる、ね、みんなそう応援してなんかもう声かけてくれたんですね、うん、みんな頑張れみたいな。でも君がもう1位だから頑張れみたいな、うん、ね本戦の時に、それがすごい自信になって自分の中で、うん、じゃあもうこれはもう楽しんでオケの人を信じて演奏しようと思ってっていう裏話がありますあ、もう7時過ぎちゃった、あやばもうそろそろやばいお顔ですよっていうのは私のあの多分あの顔ですね、怒った時かコンクール伴奏で海外渡航するの不当は変わるですね。まあそんな別に何回も1年に何回も行くもんじゃないから ね、その国際ボルテンはもう4年に1回とか3年に1回とかだから結構もう1年前ぐらいから行きましょうってなってるよね。そう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 、2年に1回ぐらいですかね大体。泣いたことはないな。最近泣いたことは何ですか。ないな。映画見てちょっと泣きそうになるぐらいかもしれない。すごい結構泣ける感じですかいつも。タイタニックを見たら必ず泣いた。あ、タイタニック結構めっちゃ好きだから。すごい古いやつを。え、古い。古くないですか。まあ、確かに。多分美穂さんが生まれたぐらいだよね。20年ぐらい前。DVD ボックス持ってるから、ね。すごい。英語話せますか？いやー、ノリでしか、ノリでなんとか行くタイプですよね。喋れないけど、ね、単語だけ並べて通じちゃうみたいな。私は DMM 英会話を最近ちょっと休会してしまいました。あ、休会。休会。すごい。半年やってたんだよね。すごいですね、やるの。1日15分なんか英語圏の先生と話すの、うんうん、それすごい行動できてるの。すごい。来週この2人に会えると思うと今から緊張楽しみでいっぱいです。嬉しい。ありがとうございます。私たちも楽しみです、聞いてもらえるのが、うん、ね、すごい楽しみです。多分こういう雰囲気では多分、まあ、コンサートないと思うんですけど。そう、嬉しいです、ありがとうございます。じゃあ最後にちょっともう一回宣伝をして、うん、いやでもね、この美穂さんの綺麗な音を早く聞いてほしいですね。あ、嬉しい。聞いてほしいけど、私はもうちょっと練習したいっていう、だからまあね、ちょっと金曜日まで頑張るって感じ。頑張ります。なんか本当にサックスの魅力はもちろんですけど、うんうん、なんか現代と昔とっていうなんかちょっと対比、対比にしてるんですよね。そうね、感想曲は自慢。確かに。そうそう、だからアドルフ・サックスが楽器作った人なんですけど、うん、その人がまあなんとなくこう夢見たサックス像、うん、サックスはこういう音であってほしいっていう作品を選んだんですよ。で後半はまあ現在、うん、まあ、サックスといえばこれだよねみたいな作品を並べたという感じです。アドルフサックスさん、美穂さんの音聞いたら気に入るんじゃない。いや嬉しい、それめっちゃ嬉しいですね。いっぱいそれで楽器作ってほしいですね。スミヤ美穂モデルのやつ。そうだから結構本当に、うん、前回もあの YouTube ライブで結構あの熱意を込めて、うん、説明したんですけど、そう、写真を撮るところから、うん、デザイナーを選ぶところからあの、ね、っていうことなんですけど、全部自分で企画をしたので、うん、テーマも決めて、普通だったら演奏会してくださいって言われるけど、ね、じゃなくて自分で場所も決めて、うん、そうここでこういう風にしたいっていうのを決めたの でそれ今ボリューム1で、うん、どんどん続いてきますので、これから2、3、4、5って、ね、楽しみですね。なので、はい、幕開け公演なので、そうそうそう、ぜひ1回目から聞いていただけたらと。そうしたらこうあのコンプリートしてほしいですね、うん、コンプリートして、ね、このチラシとかコンプリートする人はね、いやちゃんと1回目から来ないと、うん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 、プログラムとか取っといてくださいね。将来すごい高く売れるかもしれない。撮っといてください、はい、あのプログラムもちゃんといいやつ、うん、あのこだわって作ってくださったので、デザインを楽しみにしていてください。お箱の楽曲は何ですか。なんだろう。一番得意なの？ないかもしれないですね。え、ない。なんか同じレベルが何個かある。グラズノフ。あ、グラズノフ。グラズノフはお箱だ。コンチェルトはお箱ですね。グラズノフと
あれだ。とオルブライト。え、オルブライトも？オルブライト意外と好きなんですよ、私。そうなんだ。うん、え、じゃあもっといっぱい演奏会やりたいね。確かに。私も結構好きだよ。あ、本当ですか。うん、そう、結構現代な感じですけど。グラズノフは確かに、グラズノフはお箱だな。グラズノフとオルブライトっていう対局にいるところ、うん、ね、でもミホさんといえばグラズノフ、ウラズノフといえばミホさんっていうのが、ね、本当ですか、いますよ。でウラズノフは動画とかないんだっけ、今まだ動画はないけど CD が あ、そうだ、うん、そうだ、 CD のせいですね。そうね、そうだから、うん、グラズノフ好きですね、はい、全国ツアーになることを期待しています。そういつかこのなんか東京だけじゃもったいないんで、うんうん、関西とか東北とかいろんなところでみんなに聞いてほしいですね。やれるようにちょっと頑張ります、私も。はい、あの座席にもありがとうございます。わかりました。あの見るようにしますので、ライブ CD 出してください、うん、出したいんですけど、ちょっと今回は、難しいので、もっと私がもっと人気になったら絶対ライブ CD 出せると思うので、皆さんの声を、それは皆さんの力が必要、声に、いや本当に皆さんの声にかかっているので、うん、もっとね、うん、もっと発信を回してくださってると思いますが、みんなに応援していただけるようにもっと頑張りたいと思います、うん、はい、それでは、10月22日金曜日、夜7時開演で、突破ホールでリサイタルがあります。角谷美穂サクソフォンレボリューション1、レボリューション1という名前で、はい、秋松本さんがピアノを弾いてくださいます、はい、楽しみにしていてください。チケット発売中です。来てね。はい、ぜひぜひ。それでは、そろそろ、はい、ライブを終わりにしたいと思います、はい。関西で待ってます。ありがとうございます。いつか必ず行きたいですね。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。